おしゃれに余念のないそこのあなた、ちょっといいかしら。ジャケット、スカート、パンプス、ブレスレット、ネックレス、うん、素晴らしい、かわいい。そう、そのネイルとかいいわね。でも高いんでしょ。2万円もしたの？しかも予約待ち、季節ごとにネイルを変えていたらお財布もすっからかになっちゃうわ。でもね、こんなものがあるの。マニキュアでもない、今までのジェルとも違う、全く新しいジェル、ジェルファスト。名前の通り、これがあると自宅で素早く手軽に簡単にネイルができちゃう。今まではこのジェルを筆につけて何分も待って、だけどジェルファストには大きな違いがあるの。それはたった、何それって、ダサいこと言わないで。筆がジェルと一緒になったの。そうすれば手軽にできちゃうでしょ。手軽にやりたいときに自分の手で、いいわね。これこそネイル本来の楽しみだね。よしかも原料はすべてメイドインジャパン。準備はいい？じゃあ始めるわよ。最初に必要なものを紹介するわ。ここで必要なものを確認です。上野朝がご案内します。ベースジェル、カラージェル、トップジェル、 LED ライト、エタノール、コットン、ヤスリ、ストーンプッシャー、スポンジファイル、ダストブラシ、カットペーパー、クレンザー、リムーバー、以上になります。ご確認ください。必要なものは揃ったわね。早速塗り始めるわよ。さあ、まずは爪のコンディションを整えるわよ。名前は？岡田ひとみです。24歳 OL です。彼女は自分でネイルをやったことがない、ごくごく普通の女性よ。これから彼女が自らの手でネイリングしていくから、あなたたちも一緒にやってみて。じゃ、コンディションを整える。両手の手指をエタノールを含ませたコットンで消毒します。エタノールがない場合やご家庭では中性洗剤で手を洗い、よく乾かしてから行いましょう。ヤスリで爪の先端を丸くします。ストーンプッシャーで爪の周りと際をくるくるとサンディングします。スポンジファイルで爪表面のツヤを消し、マットに仕上げます。施術前と比べると一目瞭然ですね。ダストブラシでダストを取り除きます。ここでしっかりダストオフを行わないと、ダストが一緒に硬化されてしまいます。ダストはしっかりオフしましょう。カットペーパーにクレンザーを含ませ、爪の表面の水分、油分を取り除きます。塗り終わりましたら、爪の表面を触らないように気をつけてください。どう？できた？この工程をきちんとしないとすぐに落ちちゃうから、いい？気をつけるのよ。次はいよいよあなたの爪にジェルを塗っていくわよ。ベースのジェルを塗る。ベースクリアジェルを塗っていきます。爪の奥から爪の先に向けて、マニキュアの要領で塗っていきます。ベースジェルは厚く塗りすぎないことが大切です。
薄く塗布した方が綺麗に仕上がります。くれぐれもこの際皮膚につかないよう気をつけてください。ついてしまったらスティックで取り除いてください。塗り終わったらランプに当てます。通常 UV ライトで2分かかるものが、 LED ランプを使えば30秒で硬化させることができます。カラージェルを塗る。次はカラージェルを塗ります。お好みのカラージェルを塗布しましょう。ベース同様に一度に厚く塗りすぎないことが大切です。塗り終わったら LED ランプで硬化させます。色ムラをなくすために2度塗りをします。2度塗りをして色味を合わせましょう。トップコートジェルを塗る。最後にコーティングのためにトップコートジェルを塗布します。爪の先までしっかりと塗布してください。硬化する前にはみ出たジェルがないか確認してください。塗り終わったら LED ランプで30秒硬化させます。拭き取る。最後にリムーバーを使いコットンで未硬化ジェルを拭き取ったら完成です。どう？本当にできちゃったでしょ。これでいつでもネイルができるわね。気分はどう？相当ハイになったみたい。これに慣れたらいろんなバリエーションができるわ。早く自分のものにしてオリジナルのパターンを見つけてみて。さらにもうワンステップ上のテクニックを身につけたかったらニュゼネイルスタジオに行くのもいいわ。素晴らしい講師と一緒に最高にエキサイティングな経験ができるわよ。いつでも自分で。これが本来のネイルの楽しみ方よ。ではまた。